様の侍従さん。お忙しければごめんなさい。でも急いで私についてきてください。どうしたです？まずは息を落ち着けて深呼吸するです。スーッ、コンパがやってどうすんの？それより何？どこに連れてく気なの？ホワイトハート様のところです。3人に何とかホワイトハート様を説得していただこうと思って。特にホワイトハート様はネプチューヌ様に強い執着を持っているように見えます。良い因縁ではないかもしれませんが、ネプチューヌ様の言葉ならホワイトハート様も聞き入れてくださるのではないかと。私は別段 OK だけど。説得するって何を？歯医者さんでも嫌がってるとか？それがギルドの仲間が過激派のアントルメ襲撃計画を察知したのです。でも私の口からは。ビナンシエの口から言えばあなたがギルドの一員だとバレるかもしれない。そういうことね。もう一度地下通路へ案内します。教会へ急いでください。すでに過激派は動き出しているそうなのです。ホワイトハート様、すぐに来て。ただごとじゃないわ。過激派ギルドからの襲撃があるの。ノックもなしに、無作法も極まったものね。しかもその姿。あなたとは前に会ったわね。まさか女神様だとは思わなかったわ。この姿で私の方が驚くなんて初めてよ。でも今はそれどころじゃない。すぐに私たちと一緒に逃げるわよ。反撃派ギルドの襲撃があります。お早く、ホワイトハート様。別にいい、私は逃げない。どんなに信仰者が減っても、私がいる限り教会は安全だから。相手は人間よ。守護の力が働くとは思えないわ。そうです、変な意地を張らないでください。向こうにユニミテスの使いを名乗る魔女が味方していることは知っているはずです。ユニミテスの使いが向こうに？初耳だわ。そんな狂言師を怖がってるの？相手にするだけ無駄。大変です、モンスターが。どういうわけか、モンスターが教会内部に入り込んでいます。ユニミテスの使いはモンスターの出現する妙なディスクを異端者たちに配っていた。おそらくそれ。ってことはもう教会の中に潜入されてるってことじゃない。うちと外から攻められたらたまったものじゃないわ。ここは一度退くべきよ。私たちが来た地下道は様々な町へ通じている。逃げ切るのは容易だわ。皆さん、ホワイトハート様も私についてきてください。モンスターは私が食い止める。私は戦えるから。ここに来てわがまま言わない。
女神様といえども今は緊急事態です。連行して町へ帰還しましょう。いいわ、私が後ろから抱え込む。コンパとアイちゃんで左右、フィナンシェは足を持って。おい、またか、ふざけんなお前ら。また力ずくで、この話せバカどもが。ここに戻ってきたの？女神様は宿屋に置いてきたのに。しんがりよしんがり、女神様が地下道で逃げたのはすぐバレるわ。誰かがここで過激派の追っ手を食い止めないと。でも全然人の足音とかしないよ。モンスターの鳴き声なら近づいてきてるけど。ユニミテスの使いとかいうやつの仕業ね。人じゃなくてモンスターを送り込んだのよ。そっちの方が専門だから別にいいんだけど。来るのを相手にしててもキリがなさそうだし、先行して頭を叩きに行きましょう。倒してきたけど、これで済むはずないよね。どうするの？これから。妖怪は多分もう抑えられてる。モンスターが倒されたことで私がここにいることも気づかれた。あ、そういえばそうね。となると次は地下だけじゃなく地上からも来るかも。できればギルドの人とは争いたくないわ。でもなんで今になって攻撃なんか。それはあのユニミテスの使いが向こうの味方についたから。そっか、逆に使いさえ倒せば向こうの士気はガタ落ちね。話はわかるけど、どうやって使いを見つけて倒すの？私が餌にでもなってみる？そんな危険なのダメです。地下道を通って教会から。でも絶対ギルドの人が邪魔するですよね。なんとか使いだけおびき出せたらいいんだけど、挑発文でも送ってみる？案外送ってみるものね。本当に出てきたわ。数打てばどれかは当たると思ったけど、3人のうち誰の挑発文が当たったのかしらね。ネプテューヌ、ここに来て魔王の名前をユニバースとは、そんな間違い方があるか。ユニミテスって書いたよ。アイちゃんも見てたよね。
ネプコのことだから何か別のことでも考えながら書いたんでしょう。っていうか当たったのは悪口じゃなくて誤字脱字の方だったね。でもちゃんと怒って出てきてくれたですから結果オーライです。さあユニミテスの使いさん、ここで決着つけるです。この状況でまだ逆らうつもりか。女神ホワイトハートは逃げ出し、教会は落ちた。地下道から逃げられたのは誤算だった。こうして出てきたのはこちらこそ望むところ。ここで倒すぞ、ネプテューヌ。なかなかやる。次も期待してもらっても構わないわよ。ユニミテスの使いは倒したし、あとはギルドだね。でもここから先は女神様のお仕事です。司会さんが倒れたことはすぐに伝わりますし、そうしたらギルドの人たちもきっと降参するです。角に足の小指ぶつけた。痛い。こんにちは。こうして会うのは2回目。しばらく一緒にいたせいかもしれないし、容姿のせいかもしれないけど、あんまり女神様って感じしないわ。その女神様が直々にお礼を言うために呼んだの。女神様の前で失礼ですよ。ごめんなさいです。
ところであの後、どうなったですか？過激派の連中は、散り散りになって逃げた。教会の修繕には時間がかかるけど、そちらも概ね順調よ。よかったです。じゃあしばらくすれば、教会も元通りで、一件落着ですね。そうね。根本的とはいかないけれど、じっくり取り組めるだけの時間はできたと思う。今回の件で私も自分の大陸のことを前より知ることができたわ。言いたくないけどありがとう。そんな、女神様に改まってお礼をされるほどのことでもないです。そもそも私たちが勝手にしたことです。でもさ、命の恩人の私たちにお礼を言うだけ？そのためだけに呼んだの？いいんだよ、何かあるなら出してくれても。そうね、実は鍵のかけらの手がかりをつかんだの。教会の情報網は大きい。今はそれを管理する宣教師が出てるから勝手に持ってきた。それとも物の方がいいというなら、鍵のかけらのことは忘れてお金か何かでお礼をしましょうか？欲張ってごめんなさい、女神様。お願いだから物じゃなくって情報にして。首相ね、わかった、教える。あげる。このままとどめに持っていく。これがヒーローよ。
余裕余裕、ワンタンキル狙ってこ。これがヒーローよ。ここにはどんなアイテムがあるのかしら。さあ、張り切って見つけるんですな。ラッキーですな。弱そうなのが出てきたよ。このじゃじゃーん、二代目ヒーローの出番よ。任せたわ。頼りにしてくれるなんて嬉しいじゃない。よっ、終わりだ。まだ余裕だね。徹底的にやり込んだ甲斐があったわね。
5PB のファイラジー、久しぶり 5PB だよ。みんな今日もよろしくね。ルビーのペンネームフリアンさんからのハガキが来ています。こんばんは 5PB ちゃん、聞いてください。ルビーには歌のように鳴くモンスターがいるんですよ。ちょっと意外ですよね。へー、モンスターにもいろんな種類がいるんだね。音楽をやってる身としてはそのモンスターの鳴き声にちょっと興味あるかも。ちょうどここで時間みたい。それじゃあみんな、また今度。バイバイ。この番組はホワイトハート様の提供でお送りしました。が見つかるといいんだけど。ラッキじゃない。Thank you.
宝ゲット。叩き込めるだけ叩き込む。
私の出番ね。そういえば、唐突でごめんなんだけどさ、コンパ、学校は大丈夫？再開されたとか連絡来た？あ、すっかり忘れていたです。でも、連絡は多分、まだしばらく来ないですよ。モンスターさんも、全然解決されてないですから。でも連絡も何もルイとプラネティウノじゃ携帯通じないんじゃない？そうです、圏外です。じゃあもし向こうから連絡があってもかかりようがないですよ。どうするレイフ。もしかして私莫大です、留年です、浪人生です。まあまあ、自分で言ってたでしょ、モンスターのことはまだ解決されてないって。それが原因で休校になったんだし大丈夫よ、きっと。そうだ、携帯、アイちゃんの携帯はどこでも繋がるんでしょ。コンパに貸してあげてよ。あ、無理無理、これギルド用だから。どこでも通じるのはギルドの基地局を使ってるからで、ギルド以外の携帯には繋がらないの。あ、でもプラネティウノにもギルドの人はいるわ。いきなり電話ってのもなんだし、ちょっとメールで聞いてみる。来た、早い返信ね。安心安心。やっぱりどこの学校も再開の目処は立ってないって。よかったじゃない。でもどうしてもコンパが学校に行きたいって言うなら、私は喜んで送り出すわよ。冒険してる間に学力が落ちてもことだし。大丈夫です、これ以上下がるほど成績良くないです。だから全然安心していいです。今さらりとすごいこと言わなかった？書いたのに間違って消してしまった。めんどくさいから今日はこれで終わり。